はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、多分ちょっと人気すぎて多分やばいかもしれないですけどこの最近出たテラスターゼのオレオリラックスですね、オレンジのシリーズで、多分結構10年ぐらい前にこのオイルがすごい流行ったんですけど、これが、5月の末でリニューアルしてちょっと新発売というかで出ました。で、これの特徴がこう癖を忘れるっていう、なんか言ってるやんな、タイトル、なんかね、なんつったタイトル、あの湿度が 80% でもあの水に濡れさえしなければもう癖が全然出ないと、まとまってるというのがコンセプトらしくて、だから今日ちょっとシャンプーしてみて、ちょっと池田さんの今日癖、この辺のこう癖がちょっとあるんですけど、この辺とかをまあシャンプーとかトリートメントして、で一回ちょっと伸ばすんですよ、軽く。で湿度をちょっと加えてみて持つかどうかみたいなのをちょっと検証して作っていきたいと思いますので、あのこれを購入でちょっと悩んでる方、よかったらこの動画を見て参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、これがビフォアの段階です。このうねりが出てる状態で、顔周りも癖が出てきている状態です。はい、じゃあまず流しから始めていきます。この最初の流しが結構ポイントで、これで 80% ぐらいの汚れはしっかり落ちるので、最初の流しはしっかりと流すようにしてください。だいたい量が500円玉ぐらいの量、これで泡立てていきます。毛先の方から泡立てて根元の方に向かってなじませていきます。少しだけ水分を出して泡立てていくと全体にしっかりと泡立ちます。ではシャンプーしていきます。シャンプーは毛先を洗うんじゃなくて根元を洗っていくようにしていきます。指の腹で優しく少しこうマッサージをするような感覚で洗ってあげると綺麗に洗えます。で、ケラスターゼのシャンプーは洗い終わったら大体1分から2分泡の状態で時間を置きます。1、2分置いたらしっかりと流していきます。ではトリートメントする前にしっかりと水気を切ります。で、次にトリートメントをつけていきます。だいたいそうですね、このぐらいの量、まあ500円玉ぐらい、足りなかったらちょっと付け足してみたいな感じ で、まず毛先の方からしっかりとつけていきます。粗めの櫛で毛先の方から溶かしていきます。根元に向かってだんだん溶かしていって、最終的に根元から毛先に溶かせるようにしていきます。でトリートメントをつけたら、次は蒸しタオルで髪の毛を覆いかぶせていきます。このまま1、2分また時間を置きます。で最後にしっかりと流していきます。
では次に洗い流さないトリートメントをつけていきます。だいたいまあワンプッシュぐらい、しっかりと毛先中心になじませていきます。では次にドライヤーで乾かしていきます。これでちょっとドライヤーした後です。少しまだこううねりが残ってる状態かなと思うので、ここでまたアイロンを入れていきます。今アイロンを入れ終わりました。結構この状態で、まあ、癖が今伸びてる状態ですね。ここでちょっと蒸気を髪の毛に当てて、でちょっと湿気状態を作っていきます。今ちょっと蒸気を当てたんですけど、ちょっとこう分かりますかね、少しアホ毛みたいなのがブワー出てきてるんですけど、多分湿気の感じで。でもここの癖はちょっと伸びた状態というか、そんなにうねってはきてないですね。結構髪の毛ちょっと湿ってるっちゃ湿ってるんですけど、で特にこの顔周りの部分って結構癖が出やすいんですけど、そこの部分も今出てない状況なので、まあ髪の毛をしっかり濡らさなければ出ないかなと思います。まあこんな感じ で一応ポイントが、多分メーカーさんが多分これが一番こう癖を抑えてくれる効果があるって言って、でまあでもシャンプーと、まあ、トリートメント、これ洗い流さないトリートメントですけど、まあこう同時に使った方がやっぱ効果は結構出るかなと。でまあ、最悪これだけでもいいかなって言ってたので、まあ、癖でちょっと悩んでる方、まあ、もちろんこうアイロンとかを入れて外出なダメですけど、結構一日持続しやすいかなと思うので、梅雨の季節よかったら参考にしてみてください。またリクエストだったりとかコメントお待ちしております。それでは、さよなら。さよなら。